はい、もちもち TV のもちです。今日はですね、沖縄限定のうまい棒のサトウキビ味っていうのを手に入れたので、これを食べてみたいと思うんですけど、まあうまい棒については、まあ、皆さん子供の頃から、まあ、身近にあったと思うので結構食べてきたと思うんですね。で、僕もうまい棒は結構食べてきたつもりで、今全種類で何種類あるのかなと思って調べてみたら、プレミアムうまい棒とか限定のうまい棒、こういうサトウキビ味みたいな限定のうまい棒があるので、やっぱサイトによって何種類あるかっていうのは違うんですけど、まあ大体20種類ぐらいあるということで、プレミアムうまい棒はちょっと値段が高いんで、まあ10円のスタンダードの限定のうまい棒とかを抜きにして、僕が好きなベスト3を発表したいと思います。まあ一番好きなのが、まあやっぱチーズ味かなって感じがするんですよね。なんかカールあるじゃないですか、おやつのカール、あのチーズ味のカールがあるじゃないですか。あれにちょっと味が似てると思うんですよ。で、昔子供の頃カールをよく食べてたんで、でカールってあの袋をこうやってバッて開けてさあ食べるぞって感じで食べるじゃないですか。でもうまい棒チーズ味はこれぐらいのちっちゃい袋に入ってて、こうやって開けて食べるだけなんで、なんかお手軽に食べれる感じで、なんかうまい棒チーズ味は一番好きな感じですね。で、2位はサラミ味が好きなんですよね。まあサラミ味はちょっとあっさりしたしょっぱさというか、なんか明太子味とかはいかにもこってりしたしょっぱさって感じがするんですけど、まあこれ勝手な僕のイメージなんですけど、サラミ味はちょっとあっさりサクッとすぐ食べれちゃうみたいな、まあそんなお手軽なしょっぱさがちょっとサラミ味は虜になりましたね。まあ1位チーズ、2位サラミって聞くと、まあお酒のつまみっぽくてなんか酒豪みたいな感じですけど、まあ僕はそんなことないんですけど、で3位はとんかつソース味ですね。とんかつソース味ってそんな売ってるのを見ないんですけど、やっぱ基本的な、まあうまい棒でいうスタメンらしいんですね。でもコンビニとかで僕はあんま売ってるのを見ないんですけど、まあ僕はただ見落としてるだけかもしれないんですけど、まあとんかつソース味は、まあとんかつソースの味が再現できてるなーってちょっと感心したので、まあとんかつソース味が3位ですね。じゃあ早速この沖縄限定のうまい棒を食べたいと思います。てかこれ沖縄限定のうまい棒とか言っときながら、豊橋のゲームセンターでうまい棒の UFO キャッチャーがあって、まあ、うまい棒の UFO キャッチャーって大体損するんですけど、まあ、100円で3回できるんですけど、その3回で10本も取れないんですね。だから大体損するのであんまやらないんですけど、でも沖縄限定のうまい棒が混じってたんで、あ、これはレアだと思って思わずやってしまいました。でも何なんですかね、なんか沖縄限定のうまい棒が豊橋のゲーセンであるってちょっとレア感が下がってしまいますよね。甘いのかしょっぱいのか、まあ甘いよりのしょっぱさ、まあたこ焼き味みたいな甘さとしょっぱさがいい感じで混同してる感じなのかなっていう予想です。僕の予想は。では食べてみたいと思います。はい、あ、まず色は普通のうまい棒って感じですね。こんな普通のサラミ味みたいな色かな。こんなうまい棒って感じです。匂いはほんとサトウキビって言っていいのかわかんないんですけど、とりあえず甘い匂いがしますね。じゃあ食べてみます。いただきます。なんかなんて言うんでしょうかね、控えめな甘さって感じで、まあしょっぱさはまあほとんどゼロなんですけど、まあ食べた感触はうまい棒そのものの感触なんで、なんか不思議な感じですね。うん、サトウキビかな。まあまあでもなんか食べ終わった後にほのかに口の中に香る感じが、なんかちょっとやっぱサトウキビっぽいですね。うん、まあこれはこれで再現できてるんじゃないかなって感じがします。はい、ごちそうさまでした。まあ正直な僕の感想としてはそんな美味しくないなっていう感じがしますね。別にまずくはないんですけど美味しくないみたいな、まあどっちつかずの味ですね。まあやっぱうまい棒はしょっぱさが醍醐味だと思うんで、そのしょっぱさの要素がゼロなんで、まあ僕がもともとしょっぱいお菓子が好きっていうのもあるんですけど、しょっぱさの要素がゼロだとちょっとうまい棒感が薄れてしまって、なんかいまいちだなって感じがします。まあこれをうまい棒って名乗らずに発売したら、別のお菓子として10円で発売したら、あ、美味しいなってなるかもしれないんですけど、うまい棒って名乗っちゃうとなんか違うなっていう、そんな感じがします。まだまだうまい棒って他にも地方の限定の味があるらしいんで、またそれを入手したら食べてみたいと思います。はい、以上もちもち TV でした。